皆さんこんにちは、石平の中国週刊ニュース解説でございます。今日は2022年10月22日ですけども、で実は今日の午前中においては、中国共産党の党大会が閉幕して、そこで、新しい中央委員会の、メンバーが決まりまして、おそらくそれの発表は、午後になって場合によってで、夕方になるだろうと言いますけどね。でそこで明日の午前中には、次の新しい中央委員会の、全体会議が開かれまして、そこで新しい指導部、要するに政治局と、共産党政治局常務委員のメンバーが明日に決まってそこで発表されるんですけども、いやですから今日は、ニュース解説としては今の時点で新しい情報がまたね、入ってこない、入ってくるのは、今日の夕方か、明日の午前ということになるんですから、ですから今日の、ニュース解説はね、むしろこの党大会に関する、特別編として今まで10年間、中国に君臨してきた、習近平という独裁者、さらにこれからね、おそらく明日から彼の、政権が、3期目が始まって、いや3期目というよりもおそらくこれでもう終身独裁者になっていく。じゃあこの習近平という独裁者、彼がこれから行う政治が、中国自身にとってだけではなくて、我々にとって結構大きな影響というよりも悪影響で、要するに確実に彼これからやることが我々にとっての、災いのもとになるからね。いやですから、じゃあこの独裁者とはこの習近平というやつはね、一体どういう人物なのか、どういう人間なのか、どういう人格のそういう独裁者なのか、そこはねやっぱり孫子の兵法でもね、やっぱり勝つためにまず敵を知るっていうことが大事ですので、ですから今日はね、夜党大会の特別編として独裁者習近平大研究を一回まとめて、やりたいと思います。3つの項目で習近平を語るんですけども、1つが波乱の生い立ちと異常人格の形成、2番目は、習近平修正物語と、独裁者誕生、3番目は、習近平独裁政治の特質と、危険性という、ことですけども、そこで、順番でね、話していきますと、まずこの波乱の生い立ちと異常人格の形成ということが、いや実はご存知の方も多いだろうと言いますけど、習近平 の、父親が、中共産党の、高級幹部、習仲恒という人、毛沢東たちと一緒にね、内戦して、天下取ったというあのクラスの幹部の一人であって、いやですから彼が13歳まではね、この高級幹部の、息子として、言ってみれば日本語で言えば、良いところ、ボンボンとしてね、育って、大体中国共産党の高級幹部となると、家の中には、使用人とか、あるいはボディーカードとか、要するに下場の人間がいっぱいがいるんですよ。だからそういう意味ではね、習近平はもう13歳まで、ずっとね、物心ついてからずっとね、人の上に立つ、人使うというね、そういうね、これ取ってこい、あれして しなさいというね、そういうような優越感を覚えるんです。あるいは高級幹部の弟子は、子供たちは学校行ってもですね、結構優遇されるんですよ。普通の庶民の全然違う、入る学校時代も共産党の幹部専用の学校であってあって、ずっとね、彼は優越感の中で育って、偉い、自分たちの家が偉いというね感覚、強く持つ、そういう人間であって、しかし13歳の時にね、彼の父親が毛沢東の手によって粛清されて一度ね失脚したんですよ。中国の場合ね、幹部が失脚すると、それ一家全員がまさにね、その瞬間から地獄へと脅されてしまう。それで習近平はね、父親が失脚したらね、もう学校でも
周りのね子供の世界でもねもうあのいじめられるんですよ。あのそれまあ中国、まあ、文化大革命あの時代そういう現実がいくらでも あったんですよ。子供がまでが、まあ、散々いじめられて、あのしかももう新産後も舐めるという話。さらにね、彼はまだもう一つ彼には人格に形成にとって重要な経歴が16歳の時にね、あ16歳から20何歳か21歳かまではあのそういう中国の、ま、高度貢献の、ね、貧しい山村にね下放されたんですよ、まあ、要するに農村にね追い出されあの追いやられてそこで一人っぽちでね生活する。そうなるとね、ああいう環境の中でしかも彼の父親が刺客させられた人間ですから、彼この山村でどうやって生きていくかとなると結局ねあのもう村人たちにねまああのこびまくっても生きていくしかない。誰に対してももうあのねあの腰を低くして誰に対してもそういう相手の機嫌を取らなければならないというような中でまああの育ったんですわね。いやそういう意味ではね彼のこの少年時代まあ青年時代にかけてまあ体験したことはね我々普通の人間とは全然違うんです。要するに運命の激しい浮き沈みの中でですよ。じゃあ彼は何を学んだかというとね、やっぱり権力の大事さ肌で学ぶんですよ。いやというのはね、親父が権力の座にある時が自分たちは優遇されて人の上に立ってね顎で一つ買うというまあ非常に優越感があるんですけど、しかし一旦親父が失格して権力を失ったら、いや自分自身ももういじめられるという対象になって誰に対してもこびないといけないというね惨めな存在になっちゃうんです。いやだからまあ彼たちまあ彼だけではなくある世代の中共産党の高官失脚した高官の子供たちね共通してねそういう体験からねあの非常に強い権力志向が形成されるんですよ。以前あの失脚した白起来という人彼と全く同じ、要するに親父も文化大学名であの失脚した人間でそこで自分も解放されてそこがあの白起来もあれ結局習近平のライバルになって消されたんですけどもあれもねすごく権力志向が強いというね人間です。さらにね彼たちはもう一つの特徴、要するにまあ彼たちは習近平の場合はね要するに農村にね解放されてそれ生き延びるためには人にね迎合しなければない、誰に対しても相手の機嫌を取らなければない、そういう技術を目に つけるんですよ生きるために。しかしそういう人間において関してこそですよ、一旦ね今回そういう誰に対してもこびないといけないという立場から脱出して逆にね権力と地位を手に入れて人の上に立った時にねそれね表現していきなり傲慢になって、要するに自分がね少年時代人にこびた分はね今回ねみんなね自分にこびてこ来ないと収まらない気持ちが収まらないですから、だからもう表現してもうむしろ逆にね傲慢な指導者になってわがままでまあ気まぐれでまあ自己中のまあ要するにねそこからこそ要するに権力と地位を手に入れた時からこそやるドラ息子の本性ねむき出してくるというのが今の習近平というまさに今の習近平という指導者の人格と彼の人間像はまさにそういうもんですよ。まあそれじゃあ問題はじゃあこの習近平はじゃあどうやって、修正したのか、その彼の修正の遍歴から見てもねこいつはまあ一体どういう人物かねよく分かってくるんです。彼はまず16歳で山村にね解放されて、それで21歳の時当時の周恩来首相の配慮、いや周恩来と彼の父親が実はまあ非常に緊密な関係にあって、彼の父親の習仲勲がいる時に周恩来のまあ右腕としてね働いたこともあって、そこで周恩来の配慮で彼は21歳の時にね農村からですよ、実は彼その時の学歴はもう小学校卒業ですよ、
中学校まだ卒業できないうちにも老僧に下放されたんですよ。要するに小学校卒業の学歴でね、学歴でね、いきなりね名門の清華大学にね、あの無楽寺入学できたんです。いや、というのはね、あの時にはね、まだ大学が基本的に閉鎖されて、あの要するに一般的あの受験にして入る、学生が受験して入るという年ないんですよ。全部ね、あの要するに農村とか農民の子とか、あるいはまああの解放軍の子弟とかで、ね、推薦留学でみんな入るんですよね。一応大学が、70年代になってから再開されたんですよね。そこで彼はまあそういう周恩来の配慮で清華大学に無楽寺留学して、まあ4年間勉強したところで、しかし卒業すると同時に彼は、その時彼の父親はもう復活したんですよ。もう鄧小平の時代になってるんですよね。そこで彼は卒業すると同時に彼の父親中国の、まあ、親友であるある中国共産党の高級幹部の秘書になるんですよ。まあ、そのまま政治の世界に入るんです。要するに実はね、清華大学で彼はまあ工学部ですからね、工学部で勉強したこと何の意味もない、おそらく勉強もさえもちゃんとしてない。そうでしょ、工学部で学んだ人間は軍のね、幹部の秘書になるから、もう工学なんかいらんわという話。まあ、そこで初めて政治の世界に入ったんです。それで28歳の時から、じゃあどなたかというと、まず彼はね、あの河北省の定県という県に、あの、の共産党副書記に任命された。じゃあどうして任命されたかというと、彼の父親がこの河北省の、まあ、共産党の書記、要するに河北省の一番の権力者で、が彼の父親の友達ですから、当然父親のまあから頼まれて、この彼の父親の、まあ、友人、まあ、彼の父親の友人の河北省の、まあ、共産党トップが、まあ、この習近平、若造の習近平をいきなりね共産党副あの書記に任命した。しかしね、この副書記、まあしばらくやってると、今度ね彼はまだ福建省の、福建市じゃなくて福州市のね、またあの副市長にね、転職した。まあ転職したら、まあ昇進したんですわね。副州市が、まあ当然ね、定権よりがあのレベルの結構上ですから。じゃあどうしてそこで昇進できたかというと、いや実は当時の福建省の共産党トップを務めた高蘭という人ね、また習近平の父親の友達、まあ要するにここまで来たらですよ、彼の出世で全部あの日本語で言えば、まあ親の七光、全く親の七光ですよ。まあ自分の努力で頑張った痕跡は全くないんですわな。まあそこで、まず福建省、いや実は福建省こそあれ彼の大出世のまあ始まりですよ。彼はまあ実は1985年から2002年まで結構長いですよ、ずっと福建省で勤務したんです。まずアモイのまあ副市長から、に就任、副市長に就任して、さらに福祉の共産党書記にも就任して、それを福建省の今度県の方に、福建省のね、共産党副書記に就任して、さらに福建省の省長にもまあ昇進できたんです。じゃあどうしてそれほど昇進、ずっと昇進できたかとなると、今回ね、要するにまあ親の七光もあるだろうと言いますけども、やっぱりね彼はある人物にね取り込んだ、人物にね取り入れたということ。この人物とはまあ掛け人という人であって、この掛け人というのは1985年からまあ96年まではね、福建省で共産党委員会の組織部長、いや組織部長は幹部の馬的をまあ決めるまあポストですわね。それで福建省の省長、福建省の書記をまあ歴任したんです。
いやずっとね、じゃあ習近平がこの家計人に取り入れて、まあ家計人に可愛がってもらって、そこで家計人によって抜擢され続けたんですわな。まあ後にね、この家計人が北京市長になって共産党政治局常務委員まで、まあ、昇進したんです。いや実は後でまだそれがまだ習近平の大修正につながる話ですけども、そこでまあ習近平はまあ福建省の省長までね、あの家計人のおかげでね昇進できた。しかし実はね、彼の修正物語の中で一つ大きな出来事があったんです。それはね、1997年第15回共産党大会において、当時ね、またあの時代中国共産党で多少の党内の民主主義、要するにまあ人民に民主主義の権利を与えるつもりは全くないけど、党内で一応民主主義の試みとして、中央委員会の委員と広報委員の要するに差額選挙を、まあ、実施したんです。しかしこの選挙の結果、それは当時有名な話ですよね。当時もう福建省共産党副書記の習近平はね、中央委員にも当選できなかったし、しかもね、151名の候補員、中央候補員、中央委員、正式の中央委員より一段下の候補員の一応当選したんですけども、しかし当選順にね、151名の一番下だったんですよ。いや実は後で分かった話ですが、本来は彼はね、広報員の選挙にももう落選した。しかし中央指導部が、やっぱ当時彼の父親はまだ生きていたんですから、やっぱり習中共、まあこの習近平の父親はね、この習中共のメンツを立てるために、まあしょうがないから、習近平の名前はね、当選名簿のまあ最後にね、まあ、後で付け加えたんです。まあこれでかろうじてね、かろうじてまあ候補員に選ばれたんですけども、しかしまあ当選順位が一番下だったんですわな。ということはね、そういうことをじゃあ何が意味するかというと、この意見は要するに中央委員会の候補員の幹部の中でね、結局彼が一番評判の悪い人ですよ。まあそこまで評判悪いということが、やっぱりこの人はね、まあ最初からね、人徳も能力もないことを分かるんですよ。要するに父親のね、ララヒカリがなければ、福建省一つの省の共産党の副書記でありながら、中央委員会の候補員にもまあ当選できなかったやつはな、まあ要するにまあ結局そういう程度の人間ですよ。しかもさらにこの話は、これ要するに当選順位一番下というね、出来事は、おそらくそれが習近平にとって大変な屈辱になって、そこで習近平のやる民主主義嫌いをまあ増幅させて、さらに彼の権力者として独裁思考を強めるという話になる。要するにあんな選挙であんな屈辱をまあ受けた後でですよ、習近平はもう俺が権力握ったらそんなことを選挙なんかさせないよ、もう独裁者になってやるぞっていう、そういう話、まあそれが一つ、まあ彼の修正物語の中の出来事ですが、さらにね、彼の修正の決め手になったのは、やっぱり江沢民派の幹部たちの地区を得たということ。一つがまあさっき話したように、福建省の勤務時代はまあ彼の後ろ盾になったら、まあ掛け人という人はね、いや実はこの掛け人こそはね、1989年あの時点からもう、から共産党の総書記を務める江沢民、江沢民は1989年天安門事件の後から共産党総書記を務めるんですが、実はこの掛け人こそで、江沢民の昔からの親友だったんです。一緒に仕事した人間で、そこで江沢民政権できてから、掛け人がどんどん修正して、最後はもう共産党政治局常務委員に昇進した。まあ要するに江沢民派の大幹部になった。さらに習近平はまた2002年から5年間ね、
浙江省でも共産党副書記省長代行あるいはまあ共産党書記を歴任したんですよ。そこでね彼はまだ当時の浙江省の共産党書記である張徳英という人の地遇を得たんです。実はこの張徳英も後になって共産党政治局の常務委員に昇進して、要するに掛け人と同じようにね江沢民派の大幹部ということが、要するに習近平は結局福建省勤務時代と浙江省勤務時代においては掛け人と張徳英という二人の江沢民派の大幹部にの地遇を得るというね幸運に恵まれて、まあここでね実質上これで彼はまあ江沢民の公文というよりも江沢民の公文の公文にまあなって、あの江沢民の派閥にまあ連なることになっちゃう。まあそこが彼のまあ大修正の決め手である。そうなると、実は2007年の16回、共産党大会においては、あのその大会でねやっぱり当時の共産党あの総書記を務めるのは、まあ、あの胡錦涛さん、だから胡錦涛さんの、しかし2007年の段階では、まあ、胡錦涛さんはもうあと5年後の2012年の党大会でねあの引退することが決まっていますから、だからこの胡錦涛の後継者を決めるのは2007年の16回党大会であって、そこで本来ならば胡錦涛さんは今の首相の李克強をね、まあ、自分の子分ですわね、同じ共産主義青年団派の幹部の李克強に、まあ、自分のポストをまあバトンタッチしたかったんですけども、しかし江沢民派はねやっぱりあの胡錦涛のこの後継者人事を、李克強という後継者人事を潰したい、それ自分たちの息のかかったやつを胡錦涛の後任にあのしたかった、そのために習近平というやつを担ぎ出して、そこで強く押し江沢民派が習近平を強くまあ押したことの結果、まあそれで2007年の党大会で習近平が、要するにそこからそれから5年後のまあそういう共産党の次期あの指導者のポストにまあ、になったというような、という立場になったということをまあ成功した。それで2012年、18回、まあ、共産党大会において、そこ一つの間違い、2007年の共産党大会が16回じゃなくてやっぱり17回ですわね、それで2012年の17回、18回の共産党大会に行って、習近平が首尾よく、まあ、共産党総書記に選出されて、それで翌年の3月にはまだ全人代で国家主席になって、彼と、争った李克強が結局、まあ、首相のポストに甘んじることになって現在に至るというような話、まあ、これで習近平政権が成立して、まあ、独裁者習近平がまあ誕生。しかし当然ね、総書記になった時点でまだ彼は独裁者にはなってない、ただの総書記、そこから彼は徐々にね独裁者になっていくんですけども、じゃあどうやって独裁者になっていくかとなると、まあ一つが、次はまあ要するに習近平独裁政治の特質とその危うさに関して言うんですけど、まあ、一つはねやっぱり腐敗摘発運動の推進ですよ。まあ要するに2017年の秋にね、ごめん、ここまた間違いました、2017年じゃなくて2012年にね、今から10年前やな、まあ、政権樹立早々、習近平は自分の盟友の王岐山という人物をね、中央規律検査委員会の書記に任命したんです。まあ、ご存知と思いますが、この中央規律検査委員会が、絶大な権限を持っている党内の腐敗を摘発するための専門機関、そこから彼はこの王岐山とね、それこそ二人三脚でね、共産党の中で大規模な腐敗摘発運動をまあ展開したんです。この展開する中でまず政敵を潰すんです。とにかく共産党の幹部である腐敗してないやつが誰もいないから、叩けばまあ、当然誇り出るんですが、ボロが出るんですがね。そこで
まず習近平にとって性的とないやつを次から次から潰す。さらにね、性的粛清だけではなくて、もう一つね、腐敗的発動運動ね、結構ね、共産党幹部全員に恐怖感を覚えさせるんです。いや、というのはね、みんな腐敗してるから、だから習近平たちは、要するに幹部たちにね、睨みをつけて、もう俺の話、習近平の話聞かないと、お前の、 腐敗摘発するぞというふうにね、落とされたら幹部たちね、やばりもう彼に服従する以外ないという話。まあ結局ね、これでいわゆる腐敗摘発というね、の恐怖政治で、まあ、習近平がそういう独裁体制の構築に、ね、まあ、まず第一歩、まあ、成功した。さらに彼がやってる独裁政治が独裁からもう一つの特徴は、要するに嫉妬国民政治の横行という話。いや、それはどういうことは、まあ、いわゆる嫉妬国民とは何かとなると、要するに中共産党の政権の中枢部でね、いろんなそういう国民というのは、要するに日本語で言えば対策本部、あるいはチームが設置されるんですよ。それで実際この公式の機関よりも、この党の中枢部に設置されているこの国民こそはね、結局政治とか経済とか軍事、外交を実際に動かす司令塔になっている。例えば中国に外務省あるでしょ。しかし外務省はね、外務大臣ね、全然外交の司令塔にはならない。この外務省を上から指導しているのは、中央外事指導国民、これ外務省の上に、外交部の上に立て外交を統括する。で、いや、実は習近平もね、この中央外事指導 国民の、まあ、そういう組長になってるんです。そこで習近平が取った政治手法の一つが、まさにこれであって、要するに中枢の中でいろんな指導国民を作って、それ自分が自らこのいろんな指導国民の組長をね、まあこれ組長といったら何かそういうね、ね、山口組とか連想するんです。まあ本来ならば総長か、まあまあ一応組長にと呼びましょう。じゃあ習近平が兼任している組長は何があるかとなると、例えば中央全面進化改革指導組長、中央財経指導組長、組長、これ実はこの財経指導国民こそで、実は経済運営の最高指導部で、さらにさっき話した外交の最高指導部である外事指導国民の組長、さらにね、国防と軍改革進化指導組の組長、まあ要するに国防軍の指導する、まあ最高、まあ指導部みたいな。それさらにね、インターネット安全指導組長、台湾工作指導組、まあとにかくもうあれ、彼の組長という肩書きで、ね、もう十数個以上並んでるんですよ。要するに数多くの組長を兼任することによって、習近平は結局、要するに政治、軍事、外交、経済など各方面に関する指導権、あるいは意思決定権を全部自分が握るんです。自分に集中させて独裁政治を行うんです。例えばこの番組でも、まあお話ししたと思いますね。去年までは彼はね、要するに財政と経済ね、指導国民庁の国民の組長としてね、経済運営の意思決定権を完全にね、首相の李克強から取り上げて自分でやるんですよ、経済。まあ習近平はね、頭ではまあ経済分かるはずがないけど、それでも自分でやるんです。まあそれが一つね、国民政治はな。もう一つ彼やってるのはやっぱり側近政治ですよ。いや、実はね、前回の2017年の党大会でできた最高指導部、要するに中国共産党の政治局はね、あれ25名のメンバーがいるんですよ。その中の実は13名、ちょうど半数以上が彼の公文、お友達、あるいはまあ幼馴染が全部、この13名も半数を占めてるんです。まあ例えば何人ぐらい紹介すると、今回恐らく政治最高指導部になるこの定説書、まあこの番組では取り上げて紹介した人間です。まあ彼はまあ中央弁護
本校長の就任、要するに習近平にとっての官房長官、実はこの人が習近平さんが